じゃん。皆さんこんにちは。今日の電気予報始めます。今日は電気算子取る法規編のじゃん知覧記者ランキングについて見ていきたいと思います。イエーイ、知覧。はい、ということでですね、今日も電気算子ありますということで、はい、動画でね、私はサクサクやってるわけですけれども、はい、覚えることがですね、いっぱい安全を守るためですからね。はい、どういう時にね、この遮断機が必要かとかっていうのがあるんでね、はい、しっかりとね、押さえていただきたいと思います。はい、ちなみにですね、はい、前回ですね、遮断機また出てきたんですけど、過電流遮断機ですね。はい、ということで、まあ、過電流遮断機って配電用遮断機っていうことで、皆さんのうちに必ずあると思うんですけど、知覧遮断機とですね、何が違うのかっていうところなんですが、ですね、私も全然知らなかったんです。で、ちょっとね、聞いてみたんです。ググって。はい、ググって聞きました。そしたらですね、知覧遮断機っていうのは、その大地にね、電流が流れちゃった時っていうのを、はい、感知するんで、大きい電流がね、大地に流れるっていうのを感知するらしいんですけど、その、漏電遮断機、はい。漏電遮断機に関しましては、なんかね、行って帰ってきた時にプラマイゼロっていう前提なので、その電気家の中で使う時に、なので行って帰ってきた時にどっかで漏れるわけですよね。水気の多いとことかで電気がちょっと漏れるんですよ。だから帰ってくる時の方が少ないってなると、それに対して差が大きすぎると、あ、どっかで電気漏れてるって感知して遮断するんだそうです。ということでね、漏電遮断機とですね、はい、知覧遮断機はですね、なんか違うみたいですね。はい、ということで、詳しいことはですね、ぜひコメントいただけると嬉しいです。私も知りたいということで、遮断機がいっぱいあってよくわかんないって感じだけど、とりあえず猿の丸を覚えします。はい、ということでですね、今日はですね、知覧遮断機何なんですけれども、はい。まあ、知覧を生じるってよく言いますけどね。だから、大地にね、はい、こう、電気がね、バサーンって送電塔とかでですね、雷が落ちた時に、それが、はい、ボコーンってきてね、はい、送電線に行くことね、フラッシュオーバーとか言いますけれどもね。そんで、あれですね、危ないんです。大地に電気が流れてしまうことが、知覧というわけですね。はい。ということで、そういう風に、ならないようにですね、まあ、なるんですけれども、なった時にすぐに感知して電路をですね、遮断しないとですね、地面の電位が上がって危ないわけですね。だから私のところにこうやって知覧したらですね、こうビチビチ言うわけです。うおうおうって。だからそれをね、遮断するっていうような役割があるわけですね。はい。ということでですね、この知覧遮断機に関しましてはですね、はい。低圧電路の場合と高圧、特別高圧の場合、それからですね、特殊電路というものがありまして、これやっぱね、水とか危ないとかっていうようなところに関しても、これ知覧遮断機をね、設置してくださいという決まりがあります。ということで、今日はそれを見ていきましょう。はい。ということでですね、はい。まずはですね、低圧電路。これはですね、割とですね、覚えやすいです。はい。ということで、これはですね、機械器具の場合なんですけれども、まず一つ目。はい。まず 60V 超えですね。金属製外箱を有する使用電圧 60V 超えの機械器具。ということで、まあ、なんか、絶縁性の木とかのやつだったらいいんでしょうけどね。だから普通の、機械器具ですよ。で、60V を超える使用電圧。60V 超え。60V 超えですね。だから、まあ、エアコンなんかもね、200V とかありますけれども。まあ、ある程度、まあ、家の中でもありますね。60V を超える機械器具。で、人が容易に触れる恐れのあるものっていうものは、知覧遮断機をつけなければならないんです。はい。うちの中でね、どういうものがあるんですかね。知覧遮断機ついてるものね。はい。ということです。で、次ですね、二つ目。はい。低圧なんですけれども、300V 超えです。はい。高圧、特別高圧と変圧器で結合されている300V を超える、はい、低圧電路ということですね。はい。ということで、300V だとね、はい、単相三線式になるんですかね。単相三線式だと、200V までしか取れませんからね。なんで、まあ、低圧だとね、交流は、600V 以下になるわけですけれども、まあ、300V を超えて、かつ、高圧や特別高圧と変圧器で結合されている回路なんですね。ですから、これはですね、変圧器と結合されていなかったら別に地絡遮断器はいらないんです。ここ大事。はい。ということでね、はい。変圧器で結合されているものというものが、大事になります。はい。じゃあ次ですね、高圧、特別高圧の方見ていきたいと思うんですけれども、これはですね、結構地絡遮断器ね、必要でして、はい。まずはですね、発電所、変電所、またはこれに準ずる場所の引き出し口ということですね。だから高圧の変電所や発電所、だから、あれですよ、1000キロワット超え。あ、違う、50キロワット超えの太陽光も該当しますよね。はい、高圧になりますから。その発電所だったり、あと変電所ですね。まあ、変電所はね、大体ですね、6600ボルトからになると思うんですけれども、これに準ずる場所の引き出し口ですね。には、はい、地絡遮断器必要になります。はい。で、次ですね、他のものから、供給を受ける受電点。はい。ということで、まあ、高圧のビルですね。なので、私たちが今目指している電気主任技術者さんを目指していますが、それで扱う物件の受電点に関しては、必ず地絡遮断器が必要ということになります。はい。ですから、キュービクルのついている、まあ、キュービクルで受電すると思うんですけど、受電してキュービクルか。はい。受電してキュービクルですけど、その受電点には必ず地絡遮断器をつけてくださいねっていうことなんですね。はい。ということになります。はい。そして3つ目。配電用変圧器の深側。ということで、これはですね、街中で普通に見るトランスですね。あ、あったあった、トランスってやつです。はい。はい、どんなんだよって感じです。丸いドラム缶みたいのですね。でも、これ単巻変圧器は除きます。単巻変圧器は除いて、配電用変圧器。ですから、このドラム缶の深側なので、家側です。はい。高圧電路側ではありません。あれの深側の方には、はい、地絡遮断器が必要になります。はい、ということですね。割とシンプルでしょ？覚えやすいでしょ？今回は。はい。でもね、特殊電路あります。はい、特殊電路。でもこれもね、なんとなく雰囲気で入ってきますからね。はい。ということで、特殊電路の方はですね、ここにもね、地絡遮断器必要なんですけど、まあだから水とかね、まあ危険なとことか、そういうとこなんですが、まず一つ目はですね、300ボルトを超える、これ、低圧も高圧もです。キャブタイヤケーブルを使用した地上電線路。はい、キャブタイヤケーブルっていうものですね。よりよりしてるケーブルですよね。はい。を使うやつ。300ボルトを超えるキャブタイヤケーブルですね。はい。で、次ですね。はい。高圧の水上電線路。はい。ですから、イメージとしては、湖の上に太陽光の、はい、メガソーラーが浮かんでいると。はい。ってなると、必ず地絡遮断器必要だって感じですね。はい。私、昔ですね、太陽光の会社いた時ですね、湖の上の太陽光あったんですよ。あれには地絡遮断器がいると。はい。湖にポカポカ地絡遮断器みたいな感じですね。はい。ということです。次にですね、はい。対地電圧150ボルトを超える住宅の低圧電路。これありましたね、前回もね。はい。過電流遮断器の設置も確か必要ですね。家の中の150ボルト超えの機械器具というところはですね、はい、必要なんです。まあ、これ電路ですね。150ボルト超えたら、はい、必要だって感じですね。はい。では次ですね、人が容易に触れる場所に施設したライティングダクト。はい。ということで、はい。どんぐらいを人が容易に触れるっていうのかちょっとわかんないんですが、はい。まあ、天井によくレールありますよね。おしゃれレール。で、そこにこういうスポットライトがついてる家。あれ、ライティングダクトですね。あれだと思います。あれには地絡遮断器が必要なんですが、普通私だったら届かないんですが、容易に触れられるってどういうことなのかなとはちょっと思っています。はい。いや、知ってる方コメントください。はい。です。では次ですね。火薬庫の供給電路。はい、普通に怖いですね。これ地絡遮断器だけでいいのかって感じですけどね。はい、火薬庫。まあそういう危険物扱う場所っていうのは、はい、電気がね、ちょっとでもピチって言うと、それでね、発火してダーン大爆発する可能性ありますからね。はい。ということで、次ですね。はい。まとめて思います。高圧移動電線、高圧接触電線ということで、はい。高圧の移動電線と接触電線には地絡遮断器をつけましょう。はい。そして、フロアヒーティング、電気温床等ということで、はい。これもね、過電流遮断器の設置が必要でやったと思うんですけどね。はい。ですからフライヒーティングっていうのはですね、ちなみにですね、雪の降るところにこういう契約があるんですよ。フロアヒーティング、特殊のフロアヒーティングを、設置しているっていう風にありまして、道路雪降った時にあったかくして雪を溶かすっていうね、そういう設備があるんですよ。なんで東北、北陸、北海道エリアの方だとね、知ってるかと思います。でこれ融雪契約っていうのがありましてね、雪降る時だけの契約っていうのがあるんですよ。すごいですね、土地柄、日本は広いからね。はい、では最後ですね、はい、30ボルトを超えるケーブル用水中照明と、はい、ということでですね、私はこれも見たことありませんが、まあおしゃれプールですよ。おしゃれプールの中で水の中から、バチェラーですよ、バチェラーで水の中からこう照明出てますよね、意味わかんなくかっこよく、そういうのだと思います。の時にはあそこにはチラク遮断機がついてるんだ、バチェラーにはチラク遮断機がついてるんだってことですね。はい、ということでですね、今日はですね、チラク遮断機の、はい、設置場所というものについてお伝えしました。はい。でね、ちなみにね、省略できる箇所もあるんですが、はい、皆さんきっとね、テキストに載っておりますので、やりません。ただ省略できる箇所もあるんだよというのは知っておいてください。そしてね、このチラク遮断機の設置場所、先ほどのですね、はい、低圧電路60ボルトを超えて人が容易に触れるとか、300ボルトを超える、変圧器で結合されるとか、これ数字ね、大事になってきますからね、しっかり覚えていただければと思います。はい、ということで、今日の勉強終わりにします。皆さん今日もいってらっしゃーい。っていうか、これみんな気づいてる？